皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということで、本日はですね、人をねバカにする人ってね、まあ身近にももしかしたらいるんじゃないかななんて思うんですけども、まあそういった人のね、特徴と心理についてねお話をねしたいなというふうに思います。まあね、そのバカにするなんて言ってもね、いろんなね、そのバカにするされ方っていうんですか、まああると思うんですけどね。まあ例えば仕事だったらね、仕事が遅いとかね、あのミスが多いとか、まあそういうふうにね、まあ怒られても仕方ないっていうようなねところでね、注意されることもね当然あるんですけども、まあ例えば見た目とかね、あるいはその話し方とかですね、まあまあ何でもいいんですけどね、攻撃する人からすると、まあ、相手よりね自分の方が優れてるんだということで、こうマウント取るためにはね、まあ、どんな理由でもいいですもんね、それこそね、服のね着てる服の色とかね、履いてる靴のデザインとかね、まあ、何でもいいんですね、髪型でも何でもね、まあ、文句言いたい人は文句言いたいということでね、まあその中でですね、まあそのバカにされた人からするとね、なんでこの人こんなこと言うのかなみたいなね、ことでこう真に受けてね悩んでしまう人もいると思うんですけども、まあどうしてこの人が人をね、バカにしてくるのかなっていうことをね、あらかじめ分かってればね、まあ対応の仕方もあるし、まあ見方もね変わると思うんで、まあ皆さんのね少しねお役に立てばいいなと思ってですね、お話をねしてみたいと思います。まずですね、こういう人をバカにする、あるいは、ね、見下すような人がね、まあどういったこう欲求があるんだろうなみたいなことを考えますと、まずはですね、人よりも優位に立ちたいっていうのがありますね。まあ優越感に浸りたいとでも言うんでしょうか。まあつまりこうね、人とこうね勝ち負け上下でねこう比べてるんで、自分が上相手が下ということでね、自分の方が優れている、まあこういうふうなことをね、まあアピールしているというふうに考えられます。まあマウンティングっていうのも同じですよね。こういったことがまあそのねバカにしてくる人のね、まあ心理の中にね、まあありますよということです。あとですね、これ意外な面があるかもしれませんけども、自己防衛の心理からね人をバカにしてしまうっていうこともあります。まあ例えばですけども、自分にはねできないことをね難なくやってのけるような人に対してね、まあ小バカにした態度をとってね、自分はそんなことに興味ないんだというふうにね装って、自身の評価や立ち位置がね下がらないようにする、まあ、つまり自分よりね優れた人がね明らかにねいて、しかもそれもねちゃんとね実績も残してるのにね、それに対してね、いやもう素晴らしいですね、すごいですねなんてことじゃなくてね、まあそれをさらにね、まあ自分は興味ないからやらないんだとかね、まああんなことであれだってできるよねみたいな感じでね、まあどっかのね、例えば 大物 YouTuber のね配信なんかに出てね、それでまあ正直言ってね、まともに相手にされなくてね、その後で、自分のチャンネルで、ネチ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 ね、なんか悪口言ってるような人なんかも、まあ、自分の身を守りたいからね、いろいろおっしゃってたんじゃないかな、なんてことがね、まあ想像に難くないな、というふうに思います。もう一つはですね、このね、人をバカにする人のね、まあ、こう特徴というか心理というかね、これがね、構ってほしいっていうのがあるんですね。自分がね注目されたいっていうね、この心理からね人をバカにするケースっていうのがあるんですね。まあ普通に考えたら そんな失礼なやり方でコミュニケーションを図ろうっていうのはいかがなものかって考えるんですけども、まあそれをきっかけに、ね注目を浴びてね、それでですね、まあまあ、仲良くこう話をしたいなみたいな、まあ、なんかねそういったねきっかけ作りとして人をバカにしているみたいなものがあるようですね。はい。であとですね、まあじゃあなんでねそういうちょっとね
普通に考えたら、いや誰も得しないよねと、ね、そんなね人のより優位に立ちたいとかね、自分の身を守りたいとか構ってほしいんだったらね、まあ、少なくとも人より優位に立ちたいんだったら一生懸命努力すればいいし、自分の身をね守りたいっていうのにね、相手のことをね下げてね悪く言ったって、まあ、自分がね、何言ってんのあいつって思われてるだけでね、まあ、自分がバカを見るんじゃないかと思います。まあ、構ってほしいというのもね逆効果ということでね。でもね、なんでこの人こんなことするのっていうね、そこの部分ってね非常にこう大事な部分なんで、ぜひね学んでほしいなというか分かってほしいなと思うんですけども、まず自分に自信がないっていうのはこれ、まあ、第一番目に来ますね。これね、人をバカにしてるっていうことは自分に自信がない、だから人をバカにするんですね。だって自分に自信があるんだったら人をバカにする必要ないじゃないですかね。だって普通に勝負すればいいわけで、で変な話、周りが評価するわけですからね、仕事の実績でも何でもそうですけどもね、明らかにこの人の方が優秀だと思えばね、うん、その優秀な人間が優秀じゃない人にお前そのバカだなとかなんとかっていうこのマウントを取る必要なんて全くないわけでね、つまりマウントを取らないとこうね、自分の、この弱さがね、あるいはできないところがね、メッキが剥がれてしまってですね、まあどうしようかなという状態に陥らないためにあえてね予防的に相手を攻撃しますよということがありますと。まあ、あとこれ似てる話なんですけど、プライドが高いっていうのもねありますね。人をバカにする人の特徴ですね。まあ、自尊心が高いがゆえにね、他人の、言動を素直にね認められずにね小バカにした態度を取りますということでね、まあ、これはね自分をね認めさせようという気持ちがね強いんですね。でその非常に頑固で自分が正しいという意見に対してね、周りがねああだこうだ言ってもね聞く耳なんか一切持たないと、むしろ言ってくる人間に対してね攻撃をしてしまうと、まあ、こういうこともありましてですね、自分が正しい、そして相手が間違っている、だから相手を否定しようとしてバカにすると、まあ、こういうことですね。ですからプライドが高い人もね人をバカにしやすいというふうに言えます。もう一つはですね、コンプレックス持ってるっていうのもあります。まあ結局その自分のこうね劣等感が強いからね、人をバカにすることで、その人より自分が上にいるんだっていうことをね、アピールすることで、まあ、優越感に浸ろうとしてますと。まあ、こういうタイプのね人はコンプレックスから逃れたいんだという、ね、気持ちから他人をバカにしてるんで、心のどっかで実はね羨ましいっていうふうにね思ってる、まあね、そこまで思わないまでも、まあ、自分より優れてる部分があるなとかね、うん、やっぱりその自分がその人に比べて劣ってる面があるんだっていうことをね、やっぱ自覚してるケースがあるんじゃないかなっていうふうに思います。でこれがですね最後に、4つ目なんですけども、人をバカにする人にとってね、人によって態度を変えるっていうのがね、これ非常に特徴としてあるんですね。まあつまりこれ何かっていうとね、自分より弱い立場の人ですね、この人たちをまあね攻撃するということですね。まあ結局自分がねこうなんていうんですかね、こう戦ったりね言い争いしてね、まあ、ちょっとね到底ね力が及ばないなって思ってる相手はね、絶対にバカにする態度を取らないんですね。で自分が勝てそうな相手にだけまあねバカにする態度を取る。でこれって旗から見てると非常にこう気分が悪いし、態度が一貫してないから、まあ、信用ならない人間だなっていうふうに思われるんですね。だけども本人にとってはまあね、先ほど私申し上げましたけども、自分に自信がないとかね、プライドが高いとかね、コンプレックスを持っているっていうようなことがね前提にあるもんですから、まあそのもっとメタ認知でね、客観的な認知をしてね、自分の取ってる態度が他人からどう思われるかみたいなことよりもですね、目先の自分のこの欲求とか心理の方が、どうでしょう、その自分の行動のね、まあ
まあ、短所になってしまってですね、まあ、他人の目もはばからずね、そういう態度を取ってしまいますよみたいな、ね、のがあります。で、まあこれ最後に、じゃあね、こういう人ってでも実際いると思うんですよね。あの少なくないと思いますよ。あの多数派ではないですけど必ず何人かねいるんじゃないかなと思います。まあ程度問題もあると思うんですよね。まあこういう人をね、あ、まあ相手にしなきゃそれが一番いいとはね思うんですけども、まああの一応こういう人たちに対してね、どういうふうに対処しましょうかっていうのがありまして、まず今私がね、あの申し上げたことを念頭に置いとけばね、まあ、ある程度ね、まあ、こういう人間がこういうことしてるんだなってことはご理解していただけると思うんですけども、まあ、そういう相手がね、まあ、そういうふうに人をバカにするようなね、ことをねこう話してくると、それがね興奮してだんだんエスカレートしてくるなんてことがあるんで、まあ、この場合はねさりげなくね話題を変えましょうとね、こう相手のねペースにね巻き込まれないようにね、あるいは自分のペースに巻き込むような形でね話題を変えていくということですね。まあ、あとはですね、そのもしこう自分が攻撃されましたよって言った時にやっぱり非常にこう不愉快な、ね、気持ちになると思います。まあ、これをね、まあ、子供ならね、まあ、大声でね、騒ぐなり泣くなりね、まあ、いろいろ暴れたりということもあると思うんですけど、まあ、大人だとねそこはいかないわけですから、まあ、ただね、相手がね、まあ、怒らない程度に、きちんと嫌なものは嫌ですと、ね、不愉快ですと、ね、こういうことをねきちんとねあの相手に伝えるってこともねこう重要になってくると思います。あのやっぱりねなんていうんですかね、こうこの人は御しやすい、ね、この人はね、自分の力でねそのいろいろ言うことを聞かせやすいんだっていうふうにね思われてるからね、そのいろいろ言われっぱなしになるんでね、そんなことはないんだと、ね、嫌なものは嫌だって私もはっきり言わせていただきますよと、まあ、こういうことをねきちんと相手に伝えるっていうことが大事ですね。であとね、どうでしょうか、まあ、もっとねメタ認知、ね、上位のね認知でね考えた場合には、今こうね私が申し上げた人間が、まあ、そういうことをしてきた時に、あ、こういう人にはなりたくないと、こういうふうにしてると、いろんな人から信用を失って嫌われていくんだ、ね、それは周り見てれば分かると思うんですよね。なので、あ、こういうことをすると人っていうのは信用を失うしみっともないもんなんだな、まあ、こんなふうにね学んで、それをですね、人の振り見て我が振り直すじゃないですけどね、ご自身がちゃんとねあのそういう人から信用を失うようなね、こう言動をしないようにするっていうね反面教師にしましょうっていうね、まあ、そういった考え方もありますっていうことでね、まあいろいろねこう人とのコミュニケーションって難しい面もあるとは思うんですけども、まあ今言ったようにね、あの人をバカにしてくるね、見下すようなね、あのそういったことをしてくるような人間っていうのは実はねその裏にはね、まあ、本当にあの残念のねあの心理が隠されてますので、まあ、あとはですね、こういう人と同じ目線立ってね、なんていうんですかね、こう、大声で罵り合うっていうんですか、こういったことはちょっとね、できればね、避けた方がいいですね。それやってしまうと、その人と同じようにね、ご自身も見られてしまうんで、まあ、あんまりひどい場合はね、そのきちんといろんな人に相談するとかね、まあ、そういったこともね必要になってくると思います。ただね、まずは相手がねどんな、まあね、マインドでねそういう、まあ、言動をしてるのかってことをね知ること、これがねやっぱり一つはね、あの対策をする上でね非常にこう重要なポイントになってくると思いますんでね、今回ね一本動画作らせてもらいました。本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。